ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。原点回帰よ。うわ、どうしたんだよ、原点回帰。私気づいちゃったのよ。私が今一番気になっているのは、日本の妖怪のミイラだってことにね。ということで魔理沙、日本の妖怪のミイラ、紹介してくれるかしら。いつにも増して急すぎるし無茶ぶりすぎるが、対応できる私も私だな。それじゃあ、今回は日本に眠る妖怪のミイラたちについて解説していくぜ。魔理沙さん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、カッパのミイラだぜ。おお、これはなかなか、おどろおどろしい見た目をしたミイラになっているわね。このミイラが発見されたのは、1953年。松浦一酒造という酒屋さんが、屋根の吹き替え工事中に梁の上にくくりつけられている、花箔と書かれた箱を発見したことで見つけたんだ。花箔と書かれた箱の中身を確認してみると、このミイラが中に入っていたということらしい。このカッパのミイラは、現在も酒屋さんに安置されて、酒がうまく発酵するようにと、祈りを込める水神祭りが、毎年12月1日に行われるようになったらしい。水神？カッパって水の神様なの？正確には、カッパ自身ではなく、カッパの使い主が、と言われているな。伝承の中では、水神はカッパをよこして、人間たちに恵みをもたらしてくれると言われている。中には怖い伝承も残されてはいるが、今もカッパは大切にしなければならないと考えている人が、日本には何人かいるみたいだぜ。へえ、神の使いか、それは確かに大切にした方が良さそうな雰囲気があるわね。ちなみに、カッパのミイラはこれだけではなく、中国から渡ってきたとされているものもある。大阪の瑞龍寺所蔵という場所で安置されているカッパなんだが、このカッパは一時期、水神として祀られていたらしいんだが、現在は一般公開はされていないらしい。せっかくのカッパのミイラなのに、一般公開されてないの？見たかった。収められている箱には、天何年と書かれている。西暦だと1682年に当たるな。そんな昔に発見されたカッパのミイラってことかしら。でも、こう言っちゃあれだけど、最初に見せてもらったカッパのミイラより、少しだけ作り物っぽさがあるのは、気のせいかしら。まあ、どう感じるかは人それぞれだから、そこはノーコメントにしておくぜ。今回は様々なミイラをたくさん紹介したいから、一つ一つの話は少し短めになるかもしれないぜ。日本の妖怪と言ったらこいつは外せない、人魚のミイラも紹介していくぜ。おお、人魚のミイラまでいるの？そりゃあ確認させてもらうしかないじゃない。とりあえず、一体目から紹介させてもらおう。こいつはいつどこで発見されたものかは不明の、何やら叫んでいるようにも見える人魚のミイラだぜ。ほんとだ、どことなく叫んでいるように見えるわ。まるであれよ、絵画のあれみたい。ムンクの叫びか？確かに、手を頬につけながら叫んでいるような素振りは、まさにそれだな。この人魚のミイラは長さ65センチ、重さ600グラム。軽かや堂という、和歌山県高野町にあるお堂に祀られてる。箱に何やら書いてあるが、旧字体だからいまいち読めないんだよな。書いてある文字に関しては、特に言及されてないってことなのね。気になるわ。人魚のミイラに関しては、一部 CT スキャンや DNA 検査などをされた過去があり、その時に検査された個体は、どうやら本物の人魚のミイラではなく、哺乳類の皮膚や、普通の魚の鱗を継ぎ合わせ、足りない部分は綿などを使って組み合わせた、合成だったらしい。そういえばそんな話を聞いたことがある気がするわ。せっかく本物の人魚だと思っていたのに、人間の好奇心をかき消すようなことされるのは、なんだかすごく気に入らないわ。まあまあ、中には本物の人魚のミイラもあるかもしれないから、続けて紹介していくぜ。この人魚のミイラは、鹿児島県にある原の農芸博物館に保管されているものだ。兵庫県立歴史博物館の特別展妖怪天国日本で展示されたこともある。それなりに有名なミイラらしいぜ。なんだか、今まで見てきた人魚のミイラと違って、首が細長くて、しかも鎌首を上げていて、少し不気味さが増しているように感じるわ。確かにそうかもしれないな。首だけでなく、よく見ると腕も細長い。それに胴体もなんだか細長く感じる。どちらかというと、首長言うと人間が、合体したらこんな感じになるんじゃないか？と思わせるような見た目をしているな。ああ、首長言うと人間、その例え言わねえ。確かにそうかもしれないわ。牙も結構生えているように見えるし、こいつ絶対首長言うと人間のハーフよ。いや、まだわかんないんだけどな。あくまでも可能性としてそれもあるなってだけで。他にも人魚のミイラがあるから、それも紹介していくとするぜ。この人魚は、岩手県のお寺の中から発見されたという頭が2つある個体のミイラだ。え？ほんとだ、頭が2つある、一体どうなってるの？
さあな、人間にも一応、遺伝子異常なんかで頭が二つになることはあったりするが、妖怪や未確認生物でこういった事例が起きるのは結構珍しいかもしれない。ちなみに頭が二つある人魚のミイラが見つかっているのはこれだけじゃない。他にもいるぜ。ほんとだ、頭が二つになった理由が知りたいわ。理由は一切明らかにされていないな。頭が二つということは、意思も二つあるわけで。片方が右に行きたいと思っても、片方が左に行きたいと思ったらその時点で動けなくなる。そういった問題をどのように解消していたのかもものすごく気になるよな。このミイラこそ、CT スキャンとかして体内の神経の様子とか確認できないのかしら？ミイラの CT スキャンってのはそう簡単にできるものじゃないんだよな。人魚のミイラなんて、大抵どこかのお寺や蔵で発見されているものばかりなんだが、それはつまり、所有権はそのお寺や蔵にあることを意味することにもなるんだ。だからお寺や蔵が調べたい、と意思を示さない限り、勝手に CT スキャンや調べたりすることができない。ああ、そういうこと？だったらお寺の住職さんや蔵の持ち主さんに、調べたいと思わせれば。だから、そう簡単なことじゃないんだって。本人たちがこれは本物だって、言って聞かないんだったら、もう調べる方法なんて残されていないんだ。そして、今ある人魚のミイラたちは大抵、住職や所有者たちは調べたくないと言ってるから。これから先、人魚のミイラを調べる機会はほとんどないと言ってもいいだろう。な、なんてこと、せっかく人魚のミイラが調べられると思ったのに、残念すぎるわ。まあ、人魚の正体なんてもしかしたら下手に調べたりしない方がいいのかもしれないぜ。昔の人々はこれは人魚のミイラだと信じて大切に保管してきたわけだしな。これはすなわち、昔の人たちの信仰に関わる重要な資料とも言えるわけで、謎は謎のままにしておいた方が、ロマンがあるってもんだろう？そういうものかしら。私はせっかくだから、謎はすべて解いた方がいいけど。しょうがないなぁ、せっかくだから、人魚の紹介のついでに、この生き物も紹介しておくぜ。これ、もしかして竜？そう、竜のミイラらしいぜ。大阪の瑞龍寺という寺に保管されているんだそうだ。体長は約1メートルと、竜と呼ぶにはまだまだ小さめのサイズだが、顔のいかつさや角、牙はなかなか迫力のあるものになっているようだぞ。でも、竜のミイラなんて今まで聞いたこともないし、これは偽物っぽいわね。お前は何でもとりあえず偽物って言うな。まあいい、他にもミイラはたくさんあるから、霊夢が本物って感じるものを紹介してやるぜ。続いて紹介するのは、鬼のミイラだぜ。鬼、そういえば、日本にはそんな妖怪もいたわねー。今回紹介する鬼は、大分県宇佐市の十宝山大乗院という、真言宗のお寺に祀られている。全身揃った状態で、三本指の鬼らしいぜ。これが実際の写真だ。わぁ、確かに、人間ではないってことはわかるわ。それに、本当に三本指っぽさがある。この寺に行くには、長い石造りの階段を登る必要がある。階段を登った先には日本家屋があり、住職さんはそこに住んでいるみたいだな。石造りの階段を登った先に住んでるの？生活とか、いろいろ不便そうね。まあ、そこは別に、そこまで気にすることではないが、問題なのはこの鬼のミイラに関する話だ。あら、もしかして偽物とか言われてるわけ？いや、偽物とは言われていない。というか、鬼のミイラなんてものは多くは、手の一部とか、子供の鬼と称して、欠片だけが保存されていたり、数十センチの、小さめのミイラが安置されていたりがほとんどで、これらは動物の死体をつなぎ合わせて作った、偽物ではないか、と言われることが多いんだが、この寺に祀られている鬼のミイラは、全身が残っており、そのサイズはなんと2メートルあるらしいんだ。2メートルもあるの？さすがに大きすぎじゃない？そう、大きいんだよ。これほどのサイズ感のものだったら、すぐに偽物っぽさが出てもおかしくないが、どうやらこのミイラからは偽物っぽさが少なく、本当に本物の鬼なんじゃないか？とまことしやかに囁かれているわけだ。なんだかワクワクしてくるわね、そんな話が出てくると。何よりもすごいのが、この鬼のミイラ、なんと大学の調査が行われているらしいんだ。人魚のミイラやカッパのミイラが調査されることはそれなりにあるんだが、鬼のミイラが調査されることは極めて稀なので、今回の事例は珍しいと言える。へえ、鬼ってそんなに調べられないんだ。どうしてかしら？鬼は人魚やカッパ以上に、ご神体として崇められていることが多いんだ。神様に対してなんて無礼な、という考えが多く、なかなか調べさせてもらえないんだよ。あ、そうなんだ。でもせっかく残ってるなら調べてもいい気がするけどねー。ご神体を下手に調べて、たたりでもあったら大変だからな。なかなか難しい。とは言っても、今回の鬼が祀られてる寺の住職はなかなか話のわかる人だったみたいだな。なぜか鬼は体操座りをしている。身長は2メートルとなっているが、座っている時の高さは 1.5 メートルほど。
目は落ちくぼんでいて、口は笑っているかのように、開いているようだ。開いている口からは、牙がしっかりと確認できる。そして小さいが、頭には角のようなものも確認できるな。なかなか恐ろしい見た目をしてるわね。これが本当に生きていたと思うと。さて、この鬼のミイラだが、大学が調べに調べたところで、調査結果が出ているらしい。え？そうだったんだ。それで？結果はどうだったの？調査の結果、このミイラの骨は、人骨であることが判明したそうだ。人骨、人の骨だったんだ。それじゃあ、作り物であることは確定なのね。そうだな。ついでに言うと、女性の骨だったということまで判明しているらしい。3本指の部分は、作り物ではなく骨自体が3本に分かれていたそうだ。え？どういうこと？指の骨なのよね？ああ、これは推測に過ぎないんだが、もしかしたらミイラになった女性は生前、指が3本しかなかったんじゃないだろうか？それがミイラになった時、まるで化け物だと言われ、そう扱われるようになり、という経緯があるんじゃないか？なんですって？なんか、かわいそう。別に指が3本あったって人間なのに。そうだな、少し人と違うだけで、そんな扱いされるのはたまったもんじゃないよな。他にも、歯は馬の骨。角は頭骨から生えているものではなく、埋め込まれているものだと判明したそうだ。とりあえず、作り物であるってことは確定なのね。なんだか、ちょっとショックだけど、女性の骨だってわかると、あまり大げさにショックとも言い切れないわね。そうだな。しかし気になるのが、身長は変わらず2メートルだという点なんだ。3本指で、身長2メートルの女性。この女性に、一体何があったんだ？確かに、仮にこの女性が日本人だとして、2メートルまで成長するなんてそうそうないわよね。ましてや、昔の人って身長が低かったっていうじゃない。そこまでの大きさになるとはとても思えないわ。実は、この鬼のミイラには恐ろしい言い伝えがあるとされていてな。この鬼のミイラは、寺に祀られる前は代々ある名家の家宝とされていたそうなんだが、ある理由で手放され、大正14年に大乗院の檀家が買い取ったところ、家の主人が突然、原因不明の病で倒れてしまったんだそうだ。え？何それ？鬼の呪いってこと？もしかしたら、金で売買されたことに、女性の霊が腹を立てたのかもしれないな。鬼のたたりを恐れた大乗院の人間たちは供養をすることにした。すると、たちまち家の主人の病は癒えて、それ以降は大乗院で大切に安置されているらしいぜ。女性のミイラって聞いた時は拍子抜けしたけど、呪いやたたりがあると思うと、ちょっと怖いわね。確かにな。たとえ鬼じゃなくても、呪いと言われて喜ぶ人はいないだろう。まあ、この女性のミイラも、今後金で売買されることがなければ、むやみやたらに誰かを祟ったりはしないんじゃないかな？そうだといいけどねー。まあ、安置されている間は安全かもしれないけど。ちなみに、鬼のミイラの関連で、愛知県犬山市にある桃太郎神社には、かつて鬼の骨があったとされる。へえ、鬼の骨、こっちはほとんど人骨にそのまま角を生やしたって感じの見た目ね。まあな。しかしこの鬼の骨に関しては、宝物殿の火災によって失われてしまったらしい。そんな、せっかく鬼の骨が見つかったと思ったのに、あげて落とすようなことしないでよ。あ、すまん、でも、消失は確かに結構な痛手だったよな。鬼の骨が本物かどうかを調べることもできず、結局なくなってしまったんだから。ついでに言うと、燃えた桃太郎神社は昔話の桃太郎にまつわるものがいくつか展示してあり、その中には、あの桃太郎が生まれてきたという桃も安置されていたという。おお？さすがに桃の展示は偽物でしょ？腐ってなくなるに決まってるもの。どうかな？人間の赤ん坊が丸々入るサイズの桃だ。腐ってもある程度の大きさは残るかもしれないだろう？確かにそう言われればそうかもしれないけど。とは言っても、この桃も燃えてなくなってしまったらしいんだけどな。そんな、桃までなくなっちゃうなんて、桃太郎伝説、ここに散る。しかし、鬼と言ったら確かに桃太郎の話は避けては通れないからな。桃太郎が退治したという鬼が住む、鬼ヶ島は本当にあったのか、あったとしてそこはどこなのか、そこを調べれば、鬼の骨が見つかるのかなど、考えることは山積みだぜ。実際、鬼が住んでいた鬼ヶ島ってどこに当たるの？実は、鬼ヶ島は香川県にあるみたいだぜ。もっとも、その中から鬼の骨が見つかったという、情報は聞いたことがないんだけどな。鬼ヶ島、実在していたの？知らなかった。すっかり観光スポットとかしていて、鬼たちはデフォルメ化されて怖くないんだけどな。ほんとだ。私が理想とするところの鬼の見た目をしていないわ。お前の理想は知らないけどな。もしも鬼の骨がこの鬼ヶ島から発見されたら、桃太郎の伝説が、一気に真実味を帯びるんだが、実際のところどうなんだろうな。ぜひとも発見されてほしいわ。あわよくば私が発見して売りさばきたい。心の声、漏れてるぜ。
続いて紹介するのは、霊夢も聞いたことがあるんじゃないか？龍騎だぜ。龍騎？確かに聞いたことはあるけど、どういうやつだっけ？龍騎とは、主に西日本に伝わる妖怪で、海岸に現れては浜辺を歩く人間を襲うという、恐ろしい見た目をした妖怪だぜ。伝承によると、龍騎は非常に残忍獰猛な性格で毒を吐き、人を食い殺すことを好むそうだ。見た目は頭が牛で、首から下は鬼の胴体を持っているそうだ。また、頭が鬼、胴体が牛というパターンもあるみたいだな。何にしても見た目も特徴も恐ろしすぎるから、絶対に出くわしたくはないわね。伝承の中で登場することがほとんどで、龍騎のミイラが発見された、という話は、あまり出てこないんだが、福岡県久留米市、石垣山観音寺に、龍騎の手だとされているミイラが安置されているそうなんだ。龍騎の手？そんなものあるの？でもちょっと待って、龍騎の手って、どれ？さっきの絵を見る限り、こいつ手がないように思えるんだけど、この足みたいな部分？まあ、まず境内に設置されている看板の内容を引用させてもらうぜ。昔、阿代山に怪物が出没し人々に被害を及ぼすようになりました。村人たちは必死に退治しようとしましたが、とても叶いません。そこで村人たちは相談して、金光坊全老商人の法力にすがることにしました。商人は、宝剣を持ち山中にこもりました。夜も更けた頃、降りしきる雷雨の中から、頭は牛、体は鬼の怪物が現れ、商人に立ち向かってきたのです。商人は少しも騒がず宝剣でこの怪物を倒されました。この時怪物の耳を取って、山頂に埋めたので、それからこの山を箕面山と呼ぶようになったとも言われています。観音寺に伝わる龍騎の手は、この時切断されたものであるとされています。ということらしい。つまり、偉く強い人が龍騎を退治して、その時に手も切り落としたと。そう、それが境内に安置されているわけだ。そして、その看板に写真が貼ってあるから、まずはそれを見てもらおう。これが、龍騎の手だぜ。おお、なんだか、思っていたものとはちょっと違う見た目をしているわ。まるで木のような見た目をしているてねえ、なんだか不思議な魔力みたいなのを感じる。まあ、魔力があるのかは知らないが、絵で見たような見た目とは少し違うよな。残念なことに、この龍騎のミイラは現在非公開になっているそうで、見ることはできないらしい。ええ？そうなの？せっかく実物を見れると思ったのに。まあ、看板に写真が貼ってあるのがせめてもの救いってやつだな。ちなみに、もともとこの手の指は5本あったらしいんだが、経年劣化のせいか、指が欠損してしまい今では3本しか確認できないらしいぜ。なんだそうなの、っていうか、やっぱり安置してあっても、経年劣化とかあるのね、もったいないわ。一応、過去に公開されていたものを写真に撮ったものがネットにあったから見せていくが、こうして見ると、一体どこに残りの2本の指が生えていたのかが気になるな。確かに、あんまり生えるような場所はないように思えるけどねー。そして鮮明な写真を見るとわかるんだが、どうやら指の節もちゃんと存在しているようで、節らしき部分には割れ目がついている。ちゃんと指を動かせていたことが伺えるな。作り物に見えなくもないけど、非公開にされてるってことは、これもおそらく、CT スキャンとかはされてないのよね。そうだな。龍騎の手が調査されたという話はこれまで聞いたことがない。そっか、それじゃ偽物か本物か判断することもできないのね。ちなみに、龍騎の角だとされるものも写真に収められたりはしているんだが、これも本物かどうかは調査されていない。もし本物だとしたら国宝級だと思うけどな。これは絵で見た龍騎そのものの角って感じがするわね。でも、これも調査されてないのか。妖怪のミイラって結局、どれもこれも本物かどうかわからないものばかりね。なんだか拍子抜けしちゃうわ。まあ、本物だってわかっていたら、すぐに話題になっているはずだしな。これまで話題になっていないということは、まだ調査がされていないか、調査の結果、偽物であることが分かったとか、そういう話ばかりになってくると思うぜ。せっかくだから、ちゃんと調べてちゃんと本物かどうかを調査してほしいんだけどねー。ちなみに、龍騎に限らず、様々な妖怪の手のミイラなら全国各地で祀られているみたいだぜ。カッパもあるし、鬼もあるし、他にもカラステングなんてものもいるな。うわぁ、カラステング、これはこれでかなりおどろおどろしいわね。カラステングのミイラは身長25センチ程度。丸い頭が特徴のミイラだが、これも CT スキャンや DNA 検査がされているわけじゃなく、正体は判明してないな。それじゃあ信憑性に欠けるし、やっぱり巨大なミイラじゃないと見応えがないわ。私はもっとすごいロマンを求めてるのに。しょうがねえなぁ、それじゃミイラとは少しそれるが、最後にほっこりするようなものを紹介しておくか。ほっこりするもの？実は大分県竹田市には、土の子橋と呼ばれる橋が存在しているんだが、この橋は、かつて土の子が頻繁に出没した場所だと言われているらしいんだ。え？土の子が頻繁に？そんな場所があったなんて。
竹田市は自然豊かな場所で、最近は人も増えて開発が進んでしまった日本にも、まだツチノコは生き残っているんじゃないかと思わせてくれるような景色が堪能できるそうだ。このツチノコ橋は、ツチノコにまた会えたらいいなという住民の期待も込められているのかもな。へえ、そういえば、昔から存在が確認されている生き物の中でも、ツチノコは見いらっていないわね。ツチノコの登場は、カッパとか人魚とか、いわゆる妖怪たちよりも遅いからな。あいつは妖怪というよりは、未確認生物という括りの方がしっくりくるだろう？ああ確かに。あんまり妖怪ってイメージはないかも。古い生き物じゃないから、ミイラも存在はしない。まあ探せば出てくるかもしれないが、ツチノコのミイラって言われても、おそらくすぐにヘビのミイラだって言われるのがオチだろう。でも、ツチノコのミイラがもし存在するのなら、見てみたい気持ちもある。一応、ツチノコのミイラと呼ばれるものならあるにはあるんだけどな。え？あるの？これが、ツチノコのミイラらしい。発見した時にはすでに死んでいて、発見者が独自に干してミイラ化したんだとか。独自にミイラ化？そんなことできるもの？いまいち信用しがたいわねー。当然、これは本当にツチノコなのか？ということで多くの議論が交わされた。その意見の中のほとんどは、トカゲの足がもげたものだろう、というものだった。ツチノコといえば、インドネシアやオーストラリア、パプアニューギニアに生息している、青じたトカゲが似ているということで有名なんだが、その青じたトカゲの死体から皮脂をもぎ取り、乾燥させればちょうど写真のようなミイラになるんだ。話だけ聞いてると、めちゃくちゃ残酷なことしてるけどね。結局のところ、このミイラがツチノコだったのかどうかは判明しなかった。ただ、発見者自身はこれはツチノコのミイラで間違いないと主張しているし、発見場所ではたびたびツチノコの目撃情報が出ていることから、まんざら嘘でもなさそうな雰囲気は漂っているんだよな。たとえ嘘じゃない雰囲気が漂っていても、やっぱりツチノコのミイラなんてなかなか。それに、ミイラだって主張するなら、それこそ CT スキャンとか DNA 検査とかすれば、一発でわかるはずなのに。それをしないってことは、ツチノコである自信がないんじゃないかと思われても仕方ないよな。まあ、あまり触れすぎるのは野暮ってものだしな。この辺は本人たちが納得してるなら、あまり触れすぎないっていうのも大人のマナーだと個人的には思っているぜ。発見したっていうなら発言の責任が伴うわ。最後まで証拠を提示してほしい。まあまあ、技術が進歩すれば、いずれはツチノコの正体や、他の妖怪の正体も、わかるようになるだろうから、それまでゆっくり待つのもいいと思うぜ。せっかくだから、妖怪たちのミイラ展を開催しようと思ってたのに。まずはお前がその妖怪たちを捕まえるところから始めないとな。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。